今から皆さんにご紹介するのはもうクリスマスも丸出しなんで丸出しだね。クリスマス丸出しなんでね、このクリスマスストーリーズということでいろんな作品のストーリーをご紹介しようと思うんですけども、今日はですねラプンツェルとシンデレラ、もうプリンセス縛りです。ラプンツェルとシンデレラのストーリーをご紹介。ただですね、ラプンツェルの方はストーリーをやっちゃうとすごく長くなっちゃうので、その中から曲を4曲くらい抜粋して皆さんにご紹介しようかなと思います。その名も魔法の花、自由への扉、誰にでも夢はあるね、ランタンで有名な未来への、いいですかお父さん。OK。 それじゃあやってみましょう。お願いします。入っちゃった何言ってんだよみたいな顔で見ないでください皆さん。